e ベースボールパワフルプロ野球ということで、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ、球春到来、もう夏ですけどね。ということで、今回はこちらパワフルプロ野球2020やっていきたいと思います。今回からはね、実況じゃなくて e ベースボールですからね。はい、基本的にまずはパワフェスからね、やっていこうかなと思っておりますよ。ではでは、ゲームスタート。 e ベースボールパワフルプロ野球。なんかいつもよりメニュー画面が細かい。おう、いらっしゃいませ。パワフルプロ野球。はい、パワフルプロ野球2020。誠にありがとう。こちらこそ出していただいてありがとうございます。私、心ちゃん、今回もラスボスですかね。はい、よろしくお願いします。よろしくお付き合いくださいね。はい、それでは簡単なプロフィールを設定しましょう。まあね、あの e ベースボールってつくだけあって、あれですからね、 e スポーツ向けでもあるとは思うので、ちゃんとね、バッキリプロフィールは設定しておかなければいけない気がする。はーい、はい、無難オブ無難、わかりやすいのが一番ですわ。場所、埼玉でしょう。ホークスでしょう。はい、設定ありがとうございます。心ちゃん、嘆きのアリアさんです。そうです、嘆きのアリアさんです。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアさんですよ。よろしくお願いします。さあ、ではパワーフェスモードやっていきましょうか。 PTB ライブ配信、しばらくお待ちください。こういう芸の細かさがね、パワーフェス好き。心ちゃん可愛い。はい、なんかちょっと YouTube っぽい編集になってますけどね。野球大会、おお、2年に1回やってますからね、だいぶ盛り上がりますよね、パワーフェス。パワーフェス1、すごい、空ですよ、ついに。世界各地を巡り、ギリシャ、おー、オリンピックイヤーですからね。なるほど、ギリシャ、なんかあれですかね、スパルタ兵とか出てくるんですかね。パワーフェスワールドフライト開幕です。はい、まあヘルプはいらないでしょう。初めからやっていきます。あー、ルーキー。まあ、一番最初はね、正直、パワーフェスって RPG 的な側面もあって、味方を強くしていかないとね、勝てないところもあるんですが、まあ、ノーマルでいきましょう。多分3回戦ぐらいで負けますけど。名前。まあ、名前はもうランダムで任せてしまいましょう。守備位置、そうですね。捕手にして、キャッチャー丸取るのが割とセオリーではあるんですけども、まあ、ピッチャーで、あれですかね。とりあえず、投げれる人間を増やしておきましょう。フォークがいい。フォークが好き。じゃあ、高橋くんでいきましょう。はい、高橋、下の名前何なんでしょうね。高橋ゆうき。はい、じゃあ、まあ、高橋くんで。さあ、最初のパワーフェスの一人目は高橋くんです。ででーん。
この作品はフィクションであり、以下省略。はい。はい。パワフルテレビ。コンコン。おー。あつもりですね。ノリデピーまた今回も出てくるんですね。あつもりちゃーん。あ、ココロちゃんかわいい。フライトアテンダント衣装ですね。CA、キャビンアテンダント。パワフェス。ピンポーン。巨大なプロペラで球場ごと。はい、ワールドフライトですからね。パワテレは相当資金力があると見える。そんなね、超大型旅客機を作れるなんてね。ギリシャ。うん。パスポートとかどうなんですかね？大丈夫なんですかね？配信映像。ああ、だから YouTube っぽい感じだったんですね。可愛かった。僕が大会中に着る衣装も？お。おー。いいですね。かっこいい。燃えてる燃えてる。お、公式サポーター。実況は今回もね、あつ森さんなんですかね。進行を任せる。お、首ですか？あ、実況あたりは引き続きやってもらっちゃうからさ。急な顔合わせ。ラスボスかな？ジュリアス。ジュリアステノーロ。ギリシャの人かな？なんていい声。鈴のような。おお、やりおるやりおる。アナウンサーの響きの心です。この喜び。天使のように美しい。おお、だいぶプレイボーイ感溢れてますね。その辺にしておこっか。ギリシャ出身のオペラ歌手。なるほど。はいはいはい。おお、いきなり下の名前で呼び始めましたよ。カリメーラ。ギリシャ語の挨拶らしい。おお。あつ森ちゃんが胸圧がだいぶ拗ねてる。音楽フェスに行った時に。はいはいはい。あ、歌ってくれるんですね。だだだだ。拗ねてますね。さあ、それはそれとして、パワフル高校。矢部くん。個人エントリー。エントリー締め切り日、そして離陸の日、ギリギリですね。世界旅行。パワペイ、ペイペイみたいな感じですかね。キャッシュバックキャンペーン。これ、新男矢部のフラグですかね。矢部くんが破産したりするのかな？便利そうなアイテム。どうせガンダーロボでしょ？あ、一応これ特典でもらったやつですけど、まあ、最初は使いませんよ。てーん、ガンダーロボ。パワーフェイス1。でかっ！空飛ぶスタジアム。空中要塞を思い出すでやんす。あら、パワープロ9だったかな？ 9 のパワフル高校のマネージャーさん。舞ちゃん。全然変わってない。隣のメガネくんずっと見つめてきてて。幼馴染の舞ちゃん。今回は舞ちゃんがあれですかね。一番最初のマネージャーになるんですかね。やばい。さっさと参加申し込みしないと。てんてんてん。おー。助かる。一石二鳥。ジュリアスちゃんに飾ってほしい。ノリに任せる。おお、魂の赴くままに。拗ねてますね、だいぶ。キャプテン、大丈夫ですよ。まあ、いつもの通りですね、雑草から育った。コンコン、ガチャ。やべ、キャプテン。ちょうど締め切り時間ぴったり。ギリギリセーフ。お、なんという調和ぶり。お、こういう流れでアボカドの果実のように。丸ズッキーニのようなメガネ。ひどいこと言われている。
高橋です。パイプオルガンの調べのように響くいいな。適当、ジュリアスさん適当言ってるでしょ。やった、キャプテンだ。ノリが大事だからね。サポートメンバーたちどうせオール F とかなんでね、速攻で変えていくことになるとは思いますが、短い間よろしくお願いいたします。心ちゃんかわいい。ユニフォーム、パワテレの手法。おお、気合入りましたね。大空の旅の始まり。めっちゃ飛んでる、本当に飛んでる。すごいですね。本当何十億かかってるか分かりませんよ。広がる雲海。はい、前夜祭、まずは前夜祭。てーん、前夜祭。Ladies and gentlemen、 空の旅。胸熱さんと心ちゃん、わー。番組特別チーム、我らがチャレンジャーズですね。はい、最初は多分3回戦ぐらいで負けると思いますけど。1つ目、ステージを進むごとに相手を選んで挑戦できる。はい、3人の選手を補強できる。お、チャレンジャーズ以外の一部チームにもルールが適用。 OB の在籍、あ、なるほど。だから暁とかがどんどん強くなっていくってことですね。ほうほうほう、なるほど。パワフル高校とドリル電機、なるほど。松倉とかですかね。突然振られた、みんなを魅了する影の実力者。わあ、パチパチ。その前にジュリアスの歌ですかね。おお、ジュリアス一曲、ラララー、すげえ歌声だ。はい、アンコール。前夜祭は終わり。心ちゃんが、心ちゃんがぼーっとしてる。ジュリアスにだいぶ惚れちゃってる感じですか。ほの字ですか。アディオース。申し訳ありません。はあ、なんかありそうですね。セーレーンが反応してるみたいな。うん、それともジュリアスが何か企んでいるのか。それはよかった。近づきすぎじゃないか。感謝の印、ローレルの歯、声のお守り。へえ、一枚だけ。おお、ついた。顔が近いよ。胸熱にはあげない。あなたには必要ないんですよ。あ、なんかこれは意味深ですね。なんかありそう。モヤモヤしちゃうんだよな。いいですね、胸厚さんらしい。はんはんはん。まあまあまあ、とりあえずね、前夜祭は無事終わりまして、戦いはいよいよ始まる。大会1日目、広い青空。チャレンジャーズ開幕戦ですね。とりあえず能力を上げたいところ。舞ちゃんによし、能力アップのための、そうですね、能力は振っときたいですね。つっても変化球をはフォークが一応あるか、まあ、フォークがあればまあまあまあ抑えられ、本当何も上げられないな。そうですね、これが限界ですね。うん、まあコントロール取っときましょう。マイチーム見てみましょうか。はい、これ私ですね、チームメイト。お、いいピッチャーいるじゃないですか。能力的に、キャッチャー C、まあなくはない。
あー、見事な見事にあれですね、いつも通りの能力フーム。これは、はい、内野安打か。なるほどなるほど。ではではね、はい、試合をする前なんですが、時間的にね、今回はこの辺りで終了とさせていただいて、次回いよいよパワーフェスの試合やっていきたいと思います。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。